ヒートキック肘あり特別ルール 72.5kg 契約3分3ラウンド延長1ラウンド拓也 VS 松島いざや。ヒートキック肘あり特別ルール 72.5kg 契約3分3ラウンドの試合です。さあ開始からアグレッシブに両者行く。青のグローブ金のトランクスが松島いざや、赤のグローブ黒のトランクスが拓也選手になっております。開始から松島選手がアグレッシブに攻めていますね。そうですね、なんか両者スピードが速いですね、はい。松島選手は時々スイッチしながら戦っている感じですね。テクニックがやはりスイッチの選手というのはやりづらいですか。やりづらいですね、予想できない感じ。あ、ちょっと私拓也選手落ち着いて対処してますね。すごいローだ。残り時間1分です。攻撃の手数は松島選手が多いんですが、じわじわとプレッシャーをかけているのは拓也選手という感じです。そうですね、冷静に戦ってますね。おお、残り10秒です。と聞いたか。終了いたしました。いや、拓也選手が落ち着いて余裕を持って試合を運んでいるという。見てるとレベルが高い戦いですね。そうですね松島選手は拓也選手が憧れの選手ということで。そうなんですか、はい。すごい。そして必ず倒したい選手でもあるという。そんな思いがあるんですね。そうですね、まあ、そこから来るアグレッシブさだとは思うんですけども、いい勝負になりそうです。そうですね、うん。
第2ラウンドは始まりました。さあ組ついていく。ケージに押し込んでいく。すごいローだ。拓也選手のキックがすごいですね。音が響いてますね。膝。おさすがにラジャラムなんで王者になっただけのことはあるという。松島選手が徐々に手数が減っております。膝強烈。膝が強烈。松島選手のミドルの連打。残り時間30秒です。おっと強烈な右。ピアス選手のキックがすごい。第2ラウンド終了です。いやー拓也選手のキックものすごい音してますけど本当ですね、すごい。よく松島選手はダウンしませんね。松島選手もここまで戦績が20勝1敗というかなりすごい成績ではあるんですが、なかなかこの拓也選手の前ではどう攻めていけばいいのかという攻めあぐねている感じ。20勝1敗、はい、かなり強いですよね、はい、すごい。とタイムストップです。とドクターチェック。拓也選手どこか。ああ、目尻のあたりが切れてるんですかね。肘ありルールゆえにという。
再開です。福島選手前に出る。しかし拓也選手のミドルがすごい。勝者松島イザヤ。